皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。今日は8月9日、聖書箇所はエペソビテへの手紙4章17節から24節、タイトルはイエスにあって新しくされたものとして。今日は長崎に原爆が投下された日です。しかし8月6日と同様に世界で唯一の被爆国でありますが、原子力発電の問題、そしてさまざまな戦争に関する問題について、私は同じキリスト者であってもさまざまな受け止め方と主義があると思いますので、この場で触れることはいたしません。ただ今日備えられています御言葉から主の御言葉を待ち望みたいと思います。エペソ人への手紙4章17節から24節。そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかし、あなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって、教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。一つになって歩むようにと勧められ、一つになるために賜物が与えられていることを私たちは知りました。しかしそれだけでは一つになれません。賜物を生かして用いるときに愛がなければ結び合わせることができないのです。愛は寛容であり、愛は柔和であると語られました。黙示録を見るとこのエペソの教会についてこう言われています。黙示録の2章の4節、あなた方は初めの愛から離れてしまった。忍耐の限りを尽くして成長してきたエペソの教会だったのですが、いつからか愛が欠けていることに気づくのです。そしてそれゆえに一つになれていないということが分かってきました。初めの愛から離れてしまった彼らの危険性というのが、エペソ人への手紙の4章の17節以降に指摘されている事柄です。初めの愛であるキリストの十字架に示された愛から彼らは離れてしまいました。その愛を曲解し、道徳的に無感覚となり、公職に身を委ね、あらゆる不潔な行い、情欲を優先するようになったのです。このようになっていくのは
だんだんと徐々になっていくのではありません。17節18節では虚しい心とか固くなな心のゆえにと言われています。その心というのは感情的な心ではなく非常に強い意志を表す心なのです。自分の意志で徐々になっていくのではなく自分の意志でその道を選んでいるのです。初めの愛から離れてしまうと本当に恐ろしい結末が待っているということがわかります。一つになれないだけではなく神の命から遠のいてしまい誤った愛の形を作り出してしまい古い人を着てしまって滅びに向かうのです。私たちはどうでしょうか。初めの愛にとどまっているでしょうか。キリストの十字架と復活に表された愛によって生きて生まれ変わり新しくされた私たちはその愛に応えて賜物を生かし主に仕え教会に仕え人に仕えているでしょうか。それはまた私たちの内から出る愛によったのではないでしょうか。それが奉仕も長くなるといつの間にか愛によった奉仕ではなく形骸化してしまい当番だから奉仕しているという状態に陥ってはいないでしょうか。あるいはその奉仕をしていれば自分の欲求が満たされるから奉仕を続けているという状態になっていないでしょうか。それが虚しい心で固くなな心でそして初めの愛から離れた心でなされている奉仕というのです。私たちの奉仕私たちの賜物はそのようなことのために与えられているのではありません。確かに私たちはキリストの愛に応えて愛を持って奉仕に当たってきたはずなのです。パウロは21節であなた方はキリストをこのようには学びませんでしたと言っている通り私たちはキリストを虚しい自分の欲求を満たすために生きる道具として学んできたのではありません。ですから私たちが戻るべきところは一つです。キリストを学ぶということです。キリストの愛に戻るということです。初めの愛に戻る。なぜなら真理はイエスにあるからです。イエスの十字架と復活によって与えられる新しい命、私たちはもう一度その新しい命に生きることを思い出しましょう。キリストの愛に応えて喜びと感謝を持って主に仕え始めたその奉仕、キリストの愛に応えて喜びと感謝を持って教会に仕え始めたその時のこと、キリストの愛に応えて喜びと感謝を持って人々に仕えてきたその奉仕、その初めの愛を思い出しましょう。新しい人を着たばかりの時のことを思い出しましょう。もし新しい人を脱ぎ捨ててしまっていたならばもう一度新しい人を着て歩み始めようではありませんか。キリストの十字架と復活によって与えられた新しい命に感謝と喜びを持って応答することが新しい人として生きることです。それは与えられた賜物を生かした奉仕
という形で現れます。そしてそれが主に仕え、教会に仕え、人に仕えるだけではなく、愛によって結び合わされる教会の一致につながるのです。私たちが初めの愛にとどまり続けることは、教会が一つになるためにも重要なことなのです。そこから離れてしまったゆえに、私たちキリスト教会に一致が失われたのではなかったでしょうか。今日も日本のキリスト教会が一つになれることを、初めの愛を取り戻せるようにと祈りたいと思います。初めに愛を示してくださった私たちの主よ、あなたの愛に応えて仕えてきた私たちですが、いつの間にかその愛から離れた奉仕を続けてきていたことに気づかされました。お許しください。再びあなたのくださった初めの愛に戻ります。どうか新しくされた私たちの奉仕が、主の教会を立て上げ、主の教会が一つとなることのために豊かに用いられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。